まあいいか。よいしょ。おお、もうそんな時間？もうそんな時間？はい。うん。今は1です。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。久しぶりのハッピーパラダイス、略してカピパラではなくハッピーパラ始まります。バブルンパーン。はい、ハピパラです。ハピパラですね。いきますよ。あ、やるぜ。はい。ワクワクドキドキ、イエーイ。温泉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 行きたいですね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日のゲストですよ。柴原明宏さん。はい。はい、皆様おなじみね。はい、火曜パーソナリティの柴原さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、よろしくお願いしますって嬉しいでしょ、こういう女性の声、可愛い声。よろしくお願いします。いいですよ ね、 ね、はい、はい。あのですね、はいはい、柴原さんは、うん、あの化粧品、はい、化粧品屋です。化粧品さん、これは代々ですか？代々って言っても2代目です。2代目、はい。もう幼き頃から化粧品に紛れて自分で口紅つけたり化粧したりはないか？はない。はない。うん、化粧品屋のせがれですから。せがれさん、せがれさん。でも継がれたんですよね、お店。いや、いや、いや、2代目。ありがとうございます。綺麗になる女性、はい、ね、あのためにというか、うん、いろんな提案をなさってるかと思うんですけれども、はい、このお店に関する、うん、美に関することって何か思うとこってありますか？あの、綺麗にみんななりたいじゃないですか、うん、はい。で、若いうちは、うん、例えば男の子にモテたいとかあると思うんですけど、はい、もうあんまりそこを追いかけてると、うん、落とし穴にはまっちゃうことが多くて、落とし穴にはまっちゃう。あの、やっぱりね、うん、要はリセット、女の人のリセットに近くて、男をひげ剃ったりするっていうのと、はい、うんうん、女の人がスキンケアするっていうのはやっぱりちょっと似てて、あの、まあまあそれともまた違って、うんうんうん、あのルーティーンで、あの、毎日毎日毎日同じことを、うん、これしたら寝るっていう、はい、もう全て今日のことはこれのクレンジングとともにおしまいだよって言ってリセットしましょうねっていう気分になるってくる人は綺麗になりますね。ああ、気分転換っていうか、こうなんか気分、もうそこもじゃ日常なんです。日常、あの、なんていうかな、例えば、うん、お化粧することによって、うん、自分が本当にこう変わるっていうか、気持ちが、気分が上がったり、うん、あ、何かする、うん、あの、孫にも一緒じゃないけど、あ、もちろんお化粧にも変わるじゃないですか、はい、自分の気持ちも上がって、それで前向きになったり、うん、よしやるぞっていう気持ちになったりするっていうとこをおっしゃってるのかな。それもある。あ、それもある、うんうん、それはでも大事なことです、うん、でもね、とてもとても大事です。ずっとやられてて、うん、燃えろいい女、燃えろ夏子の時代から、はい、すごく変わりましたよね。今ナチュラルメイクがこうなんか主流のような感じがするんですよ。なんかしてるんだけど、うん、なんかあまりしてないような感じだけど、綺麗にこうなんかやってるように思うんだけど、うん、なるほど。昔はその話をするんですね、今日。今がちょっとだけ昔は前は、はいはいはい、なんか真っ白いっていうか、うん、あの時代、どの時代だろう、ファンデーションが濃かったよね。バブル時代ですよ。あ、バブルのことね、うん、はいはい、で口紅も赤いとかね、うんうん、で、ブランドもちろんね、もういろいろなんかすごい香水かなんかなんか派手だったような気がする、うん、今の方が本当に自然なね方が多いかなって、うん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 、まあ化粧品も変わってきてるだろうから、うん、一貫にね、はい、例えば、うん、やっぱ時代にね、うん、メイクアップはこう即してるというか、はい、あるんですよ、うん、80年代は、はい、こんな肩パッとしてたでしょ。してました。
でしょ、あのストロングウーマンの時代で、そう、女性でも、うん、いわゆる角刈りのようなやつで、うん、すごくシャープに、うん、チークなんか三角に入れちゃったりなんかして、はい、目なんかももうここまで緑、ここからピンクみたいな、はっきりしたようなものが流行ったりしてるっていうのは、まあ、うん、その時代の女性の主張だったりするっていうのがあって、うんうんうん、その後、これじゃなくてソバージュが髪の毛で流行ってカーリーヘアとかね、テクトカットとか ねワンレンとか ね、はい、でカーリーが流行った時には、うん、ソバージュなんて言ってソバージュで、自然がいいって言って、うん、80年代の今井美樹さんの眉毛は結構、うん、濃かったね、結構ふわふわっとしてるですけど、その後に90年代になったら途端に細くなって、はいはい、うん、で、こうやって要は世界で一番可愛い男子って言われてた2000年の初めくらいのやつはポップで、あのいわゆる本当にアニメーションから出てきたようなファッションがすごく流行って、あ、ジョー・ミチルとか郷ひろみとかアイスかい、その随分後、あと、うん、モーニング娘。とか随分こっちに寄ったじゃないですか、なんか、うん、いやその前のデスマップとかあっちの、ね、そう、うんうん、ベーシックとか、はいはい、その子たちはまあまあまあ、うん、いわゆるキャリーパンパムが出るか出ないかくらいの頃ですね、はい、その頃のファッションっていうのはやっぱり可愛くて、あれだ、黒く塗ってる子、あ、それはね90年代のね、 あれはだから結局80年代のソバージュがこういって眉毛細くなって色が白くなる直前に、うん、なぜかああいうすごいメイクなんて言うんですかあれって、ガングロとか、あ、そう、ね、うん、ヤマンバとか、あ、そうそうそう、あれ私こう撮るとめちゃめちゃ可愛い顔して、そう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 、うんうん、だから、ね、うん、あの頃は若い子たちが自己主張するってことで、うん、どんどん行って、あ、まあ変な話日本はそれを許容してたんで、世界中であんなメイクは日本でしかやらなかったんです。ところが世界中のファッション誌にあの子たちは載ってます、うん、なるほど、すごいね、影響力はすごいんですよ。でも、うん、彼女たちは あの革命家って言われたの、おあ、世界中の方真似してた方いましたもんね、うん、で世界中の女の子たちが、うん、自分たちは自由に生きるっていう宣言をしている彼女たちを、うんうん、みんな尊敬したの、そう、すごいですよ、いいなってね、うんうん、すごい影響力、すごい影響力だったです。で今可愛いが、どういう影響、影響力、どういう影響、え、私ジュリーの世代だもん、あ、そうなんだ、へえ、子供の頃から、TOKIO、ジュリーだから TOKIO とか、ああ、そっちそっちそっち、そう、最初に買ったレコード、はい、ガロ、ガロ、そこ行く、うん、で2番目が時の過ぎゆくままに、あ、ジュリーね、沢田健二さんね、そう、初めて買った、こうやって歌えない人気ありましたもんね、そうそう、ね、あのこれキキキリンさんがねポスターね見ながら、ジュリーってね、ジュリーちょっともっと大きい声で、せーの、ジュリーって違うな、うん、あのやってますよね、ちょっとやってますよね、うんうん、大人気でしたね、うんうんうん、面白いでしょ、そうやって見てきたら、時代を見てたら、うん、今の子たち、ね、頑張ってますよ、うん、すごく若い子たち、うん、自分綺麗になろうと思って頑張ってる、あ、スキンケアね、うん、スキンケアもメイクアップも、本当私の若い頃日焼け日光大好きで、うん、もう本当に真っ黒くなって遊んで、うんうんうん、外に出てたんだけど、うん、その頃もあのそんなにね日焼けするとシミになるよとか、うん、いろいろ言われてはいたけど、はい、全然気にせず、うん、であのこう子供がね小さい時こうスポーツ館とかね、うん、もう他のお母さんたちねすごい完全防備なんですよ、手袋するしね、あの帽子かぶるし日傘差しって、うん、私オープンでやってたらねやっぱこうなっちゃってましたよ、やっぱ気をつけた方がいいですねいやいや今になってちょっと今ね、うん、うちのねスタッフの、うん、子供さんが野球やってるんですよ、はい、行くと完全防備なパパがいっぱいいる、うん、あ、パパも日傘さして
野球部なのに日がささして、うんうんうん、日焼け止めいつも塗ってるから、はい、普段塗り慣れてないから、うん、なんかあのバカ殿みたいになってる、真っ白くなってる。そう、私の時代はそういうお父さんいなかった、うん、今お母様方はね、結構お母様方はね、もちろんやってるでしょうけど、もちろん違うよ、こう私みたいなのもいるから、まあれそんなことないよ、うんうんうん、なんだよ、だってだけど昔はね、クロンボコンテストとかあったからね、うん、そうなのよね、子供の頃ね、真っ暗かったですよ、私小学校の時。なんかうちのね、かみさんね、うんうん、小学校4年生5年生6年生、うん、クロンボコンテスト1位だそうです。あ、おめでとうございました。その奥様ね、奥様とどこでしちゃったんですか、美容が、美容関係。いや違います。え、違うんだ。なんだっけ、じゃあこの世界に本当に忘れてる。忘れる、普通忘れないでしょ。どこでしょ、怒られるよ。どこ、あ、言えない、言えない、いや、じゃ店には来たよな。でもそれはいつ、そこはね、バランス分かんないですよ。あ、分からない、うん、あ、でもお客さんだっていう意識はないです、うん、あ、お客さんに手出したわけじゃないです。分かりました、大丈夫です。そういうわけじゃないです、はい、でもほら、美容にね、長けてるじゃないですか、今現在、はい、ね、やっぱこう肌もね、綺麗ですよね。いやー、頑張ってますから。いいですね、頑張ればそれだけになるわけですね。あの人は今頑張ってますよ。いや、ちょっと体調もあってね、染み出やすいんで、あの人、まあまあ子供の頃クロモノテスト3年連続1位ですから。あらゆる手を使っております。そのあらゆる手って皆さん知りたいですよね。あらゆる手を使って、うん、自然に見せるメイキャップをしております今は。メイキャップで隠れる、うん、もちろん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 、今はもう物がいいのでちゃんとやればちゃんとなります。おお、ちゃんとやればちゃんとなる。そんなね、商品が柴原さんのお店にありますから。皆様、はい、それでね、アドバイスもしてくださいますよね。そうですね、はい、アピールしてください、お店、ね、とにかくね、あの本当にき なんとかしたいと思ってる人がね、うん、やっぱりね、うん、来ていただきますね、うちはね。焼津市の、うん、どなたなんですか。ね、これが難しいんだよね。難しい、隠れ家がやかね、うん、そうなんですよね。あのね、田尻って言って、うんうんうん、一番有名な近いところは、うん、ディスカバリーパーク。あ、はい、海の方。そう、海の方じゃないんです。あ、違うんです。あそこの周りにちょっと入ると全部田んぼじゃないですか。あ、田んぼです ね、 ね、あ、田んぼのこっちちょっと行くと学校があって、そのちょっと違いにね、行くとね、あのね、一本だけ道が走って、そこに、分からん、これじゃ分からん。はい、店名をお願いします。うちはね、ラボコスメ柴原と言います。ラボあ、ラボね、ラボです。ラボあのね、ラボコスメ柴原さん。そうなんです、はい、あのね、大体皆さんね、そうやってね、検索されてね、あのね、いわゆるね、ナイトタイムのですね、はい、あのいろんなものがね、売ってるサイトにバッチリハマるんです、うん、柴原さん、こういう仕事してんのってよく言われるんですけど、違う違いますよ。なのでアドバイスいただけるからね、はい、ぜひね、行ってほしいですよね。ぜひ、はい、ありがとうございます。でもこの綺麗になることによって気持ちも心も綺麗になっていくっていうかね、うん、そこに相乗効果になっていくので ね、うん、やっぱいいなって、やっぱ女性ならではっていうか。そうですね、私もズボラなので、あとあんまりお化粧とかなんかの時じゃないとピシッとしない、うん、若い時はね、びっちりしてたんだけど、うんうんうん、今すっごい本当にパパパって早いですよ、化粧。うん、いいことです。本当、手早いって結構大事ですよ。手早いのは大事です。あ、はい、私あのほらインフォメーションの仕事したんだけど、うん、その時も早かったんですよ、パパパって。でも同僚が長かったですよ、化粧 すっごいかけてやってた人もいて、あ、どうなる、うわ、はい、はい、今ね、あの、はい、今いろんなことが起きました。じゃあこんなところで
ね、柴原さん。はいはいはい。はい、で美と健康っていうところで、はいはい。はい、ちょっと体をほぐしたいかななんて思っちゃったりなんかして。はいはい。はい。はい。ちょっと皆さん、ちょっと体ね、体はつながってるじゃないですか。頭から手から耳から体全部ね、うん。そこをちょっとゆらゆらしながら、物って、ロープとか、ホースとかあって、水が流れなかったら、よくこうやったりしない？バラバラバラって、トントントンってやったりとかね。うん。それで流れを促したりとかっていうのも、体も血液もリンパの流れも同じところがあるので、そういう感覚と、あと頭とか肩こりとかね、その辺ちょっとやりたい、やっていきたい。ゆらゆらするんですね。そうそうそう、ゆらゆら動かしていきたいと思いますので、はいはい、心と体をリラックスさせて、力抜いて、呼吸を吐いたり吸ったり、有酸素運動を楽にして、はい、大丈夫ですか？大丈夫です。いやでもさっきまでやばかったんですよ、実は。本当、うん、今元気になってきた。じゃあ、あのね、花粉症でね、うん、草刈りしたね、うん、草刈りした花粉、うん、草刈りした草の中に、うんうん、私の原因不明の原因がきっとあった。あ、う、あ、ん。草刈り、草刈りした瞬間から2時間咳が止まらなかった。そんな大変な時にありがとうございます。いえいえ、もう治りました。はい、街中に来たからね。そうね。ちょっと押してもらっていいかな。はい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 。はい。そのばかりでこっちですから。はい。ちょっと待ってくださいね。はい。ちょっと座ってていいです。座ってできるようにしましょうかね。はいはいはい。ね、はい、ブラブラしましょう。はい。はい。トントン、リズムに合わせて。パン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 。カモンカモン、はい、カモン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 、手首ですよ、指先末端ね。あ、上で、あ、キラ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 、背中伸ばして、腕もっと上がるかな。あ、いいですか。はい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 、クロスクロス、当たっちゃう、クロス。はい、さあ、じゃあここまで行こう。はい、胸を開くよ、開いて、はいはいはい、閉じて、開いて、閉じて、ニコニコ笑おうか、ね、はい、開いて、はい、ねね、ばばば、目も目も、ば、はい、ばそう、ばちっちゃくして、ふう、ばば、オッケーオッケー、素晴らしい。どうですか。はい、じゃあ頭の後ろ、ちょ肩ですよ、肩。これなんだっけ、なんだ坊さんこれ。あ、見合わせすぎた。トントントン、イエーイ、ね、こういうこと。そうよ、ジュリーだよ、ジュリージュリー、憧れのジュリー、せーの、イエーイ。ワク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 、大丈夫、いける、大丈夫ですよ。ワク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 って言おうか。はい、はい、ワク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 、はい、はい、じゃあこの手、こっちこっち、ダンダン、こうこうこうして、そうそうそう、ガチョーン、はい、それガチョーンやるか。ガチョーン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 、ガチョーン、俺現役でよく分かってんだよ。あっちこっち、そっちこっち、あっちこっち、後ろに持ってくよ、ダン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 、はい、当て前行く、じゃん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 、今日上半身だけだね。はい、はい、手の、はい、また手のひら前、トントン、横横、手のひら横、あ、横、あ、こっちで、手のひらが横ね、後ろ、手のひら後ろ後ろ、それね、手のひら横、前前、後ろ ね、 ね、はいはい、分かる、私かかともトントンしてる、かかともトントンしてるよ。はい、OK です。頭頭、はい、頭柔らかくしようね。100円100円ね。はい、ガチャ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 、はい、こめかみ、はいはい、こめかみです、こめかみ、はい、耳だよ、耳、首ぎゅ、後ろに回して、後ろに回す、後ろに回す、はいはいはい、引っ張るよ、引っ張る横、横、心房、上にうーぴ、ぐーぴ、チョキにして挟む、あ、ジャッカ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 、後ろに回して、こっちか、畳むよ、畳む畳む畳む、はい、ついてきて、あ、そう、あ、でもこう、こう畳むのね。でも今のでもあるんで、ぎゅうぎゅう、あ、今の今じゃ、あ、今日さ、ニュート付き、ここ大丈夫、こっちからね、ここ、はいはい、ここ、ここ、ぐーって出るところ、反対、うん、リンパね、流れないんだよね、鎖骨、鎖骨だよ、はいはい、柔らかくして、胸開いて、
そしたら、はい、肩に手を当てて、はい、よく振り、肩甲骨が動いてる、はい、そこじゃないよ、肩甲骨、肩骨、回る、あ、肩甲骨持つのね、はいはいはい、こっちね、動いてるの分かります、はいはいはい、はい、リズムこう、かかと、かかと、かかと、反対、はい、じゃん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 、あ、いいじゃないですか、はい、グー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 、はい、腕を振って歩きましょう、はい、横をねじるよ、ねじって、はい、吐いて、吸って、はい、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、もう一回、ふーふーふーそれで開いて、パーグーパーグー、片手がパー、片手がグー、ヘイ、あ、ちょっと、ヘイはいはいはい、グーをチョキにしますよ、チョキ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 、あ、ちょっと、チョキチョキ、パーグーチョキパーグーチョキパーグー、ダメだ、はい、ブラブラしますよ、はい、ぐるぐる回しましょう、上に大きく伸ばして、はい、肩を持って横に、2、3、4、5、6、反対、はい、1、伸びてる脇、3、伸びてます、4、5、6、7、できたら後ろに1、2、そう、3、4、5、6、7、8、はい、シュ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 、今年花火見ました、はい、今年花火見てない、ぐるぐるバーぐるぐるバーぐるぐるバー、後ろワク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 ドン、はい、肩をもう一回、うん、2、3、終わっちゃったよ、ね、もう一回こっちで、もう今度こっちで、2、反対ね、3、4、5、6、7、はい、はい、歩いて、はい、幸せは、あ、ダメだ、ダメだ、ダメだ、はい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 、じゃあ片足上げよう、上げた、皆さん見えてませんが、私たち片足上がってます、はい、こっちでグッと近づけてますよ、はいはい、ふっ、はい、はぁ、はい、マイクに当たらないように、お腹閉めてね、なんでお腹閉まってる、うん、お腹がね、すっかえてる、閉まってはいない、オッケーです、じゃ深呼吸、はい、ぐー、伸びて伸びて伸びて、キラキラキラ、そしたら自分をハグしますよ、せーの、丸丸よくやってるね、こびたりで自分をめでたりで、ああ、いつも手がね、うん、いつもよりね、うん、くっついてるよ、くっついてる、くっついてる、はい、反対行政の、ははい、はい、いつもね、私って頑張ってるよねそうね、私の体ありがとうと、なるほど、はい、素晴らしいね、背中伸ばしてね、こうやって背中を丸めるの、そう、丸伸びてるでしょ、背中、うん、わかる、うん、うん、背中丸くなってるでしょ、あー、なるほどなるほどなるほど、そしたら今度肩甲骨を縮めます、これ自分をめでてね、肩甲骨を縮め、セルフハグ、はいはい、あ、奥さんで、奥さんで、そしたら今度、はい、グーッと後ろで組んでもいいし、今度は広がったので縮める肩甲骨をグーッと寄せます、寄せた、はい、寄せた、血流良くなります、これで肩甲骨、はい、今動かしたのもそうなんだけど代謝率上がってきます、暖かくなりません、うん、すげえさっきから暑いですとっくに暑いです、はい、はーって感じ、いかがですか、あちょっともういいよ、そろそろすげえやらされてる感じ、はい、っていうかね、や久しぶりにやった感じ、あ、いい気持ちでしょ、そうそう、いいですよ、久しぶりにね、なんかね、ちょっとこのちゃんとした感じ、ちゃんと質問してるじゃないですか、ええ、はい、お腹さすってあげて、あの、こうやって、ね、目さすってあげる、さすってあげる、さすってあげる、このね、毛の流れに沿ってさすってあげる、こうやってあのリラックス効果、ホルモンも、はいはい、セロトニンとか幸せホルモンとか ね癒しのホルモンが出てくるんですよ、分泌、こうやって落ち着きません、こうやってさすってると、誰かにさすってもらったら落ち着いた記憶ないですか、動物なんかでもそう、動物なんかね、動物でしょ、なんか
そうですね。そう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 。だから自分自身で察するのもね、OK、あの第三者の方に察してもらったらなおいいかもしれない。そうですね、第三者って誰2番目も分かんないのに3人目って誰奥さん、ね、さすってあげてほしいんですよ、はい、分かりましたはい、じゃあこの後はさあのちょっとだけ下べら口質問出て下べらどこにありますん下べら口質問出てどこにあるどこにあるあの下の歯の後ろとか、うん、真ん中とか上の歯の後ろとか、うん上の青いところにペタンってくっついてるとかね、うん、どこにある？え？真ん中にあるよ。真ん中にある。これね、下べら。え、違うの？うん、あの上にあると鼻呼吸ができて、鼻呼吸をできる人って健康なんですよ。空気中のウイルス雑菌ろ過してくれて、うん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 、鼻呼吸は健康のもとっていうのもあったり、いろいろな言葉あるけれども体の中のもの、うんうん、それも一つで。なのでこのねベロ筋を鍛えることができるんですよ。また機会があったらぜひね、うん、ベロ筋鍛えるのご一緒してください。はい、ね。ペコちゃんですね、はい、今度。ベロベロベロ。うん。で本当にこうあゆべべとかねこれをしっかり口の中で今の位置をグーって回すと10周10周でもめちゃめちゃ疲れます。10周すんのこれ。そうですよ。また機会あったらやってくださいね。はい。はい、そんなこんなでお時間でございました。最後に伝えたいことどうぞ。今日の感想でもいいし、これからのことでもいいし、自分のことでもどうぞ。はい、はい、ゲストの方は、はい、心してくるように。なんでやねん。体を動かしやすい格好で、はい、ぜひ、やるとね、ちょっと気持ちいいですから、ぜひやってください。はい、とっても楽しかったです。本当ですか？本当です。はい、本当です。本当ですか？ありがとうございます。さっきより声出てるでしょ。こんな感じ。そうなんですよね。声を出すってことは元気のそうですからね。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。柴原明宏さんでした。ありがとうございました。ワク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 、イエーイ。ありがとうございます。はい、この後はですよ、ゆかつんのときめきの扉でお楽しみください。イエーイ。イエーイ。おー、イエーイ。え、見合わせするじゃないのありがとうございます。ありがとうございました。